スペルが、ね、スペルが全然わかんない。いやこれせっかく使いたいから使っていいや、間違えたかもしれない。はい、じゃあ、はい、ここもったいないですね。内容点の方ですね。そこじゃあ20点中何点でしょう。9ぐらい。9点。5割きた。やばい、カンタロウさんに負けた。この場でやりましょう。同じようなのあるんでしょ。はい、ありますよ。何も。示す写真の左側の人物を X、 右側の人物を Y、犬を Z、 犬ないです。犬も Z じゃない。何が犬も乗ってますけど、Z、犬はないです、ね。会話ですね。はぁ、何度発言。お、ちょっとじゃあ、ちょっと結構考慮時間、時間大事なんですか。あ、じゃあ行きますよ。はい、じゃあ、じゃあ、別に吐かなくていいんだけど、まあまあ考えていい。じゃあ、紙これ。確かね。ですね。確かに。ちょっとかっこいい単語使っちゃおうかな。いや、ひらめいたっすか。かっこいい単語。サースティとか書けるんだよな。あらら、あ、ヒント与えちゃっていいんですか。声出しちゃったらヒント与えちゃっていいですよ。基本的なこと知ったよ。サンバで言ってる。三人称だったっけ。違うので、違うので、はい。なるほど、ね。すごい見てる。エブリバディは三人称だよな。何のこと、何のことだ。エブリバディが三人称だから、サンバで三人称だよな。はい。写真ですね。話題になった見たことがある写真です。あ、やっ、There are variety of drink。いわゆるですね、手術の一致ですね。複数か単数かってやつですね。あの場合は複数にしなければいけないですからね。焦りましたね。ベンディングマシーンのスペルが違いますね。マシーン で、ね、で、そうです。マシーンは S じゃなくて C ですかね。あ、C か、うん、そうだ、それが俺の知ってるな。これがマシャインになっちゃう。で、いや、スペルミスは嫌。買うって BY でいいんだっけ。合ってますよ、バイ、はい、バイバイいいが BY BY、あ、違う、BY より早い。ハウは全知の場合。What do you want to drink? そうですね、What do you want? でもいいですけど、で、I'd like to drink Coke Coke コーラの Coke。 はい、スペルが全然違います。これ迷ってます。 Coke は、はい、あ、これ英語だけど状況は日本でいいんですね。よく見てるんですけど、え、日本でいいんですね。自動販売機は日本しかないから。日本にしかないわけじゃないですけど、アメリカもあるよ、ありますけど。、はい、But it contains a lot of sugar で、And I don't want to get weight。 あー、あれは太るは知っといた方がいいですね。言い方 Be fat Be fat、 そうですけど Gain weight。 あー。 So I've decided to drink tea。 What do you want?あー、すごい止め方ですね。What do you want? とかだったりですけど、What do you want to? だと大不定時にして、なんか省略したんですか。そういうやめた方がいいです。余計なことした感じですね。、はい、で、Wow! Wait のスペルがまた違いますね。で、はい、あついてミニッツになってますかね。あと S 両方ついてますね。Wait a minute. まずい。I have not. I have to decide it. 細かいミス。
ここね、もったいないタブタスカコムシとか、はい、赤ついてるのイスカついてるとか、はい、その辺の結局犬は無視だったんですね。じゃあまず点数は。点数します。じゃあ20点でいきましょうか。20点で言うと、ね、犬は全く触れられてないです。犬だっていなくていいんだもん。犬横向いてるんで。みんなでもなんか犬触れてましたけど、まあでも、まあ、犬触れなくていいんだったら内容としては、まあ、問題ないというか、ただ文法ミスがやっぱ目立っちゃいますね。相当これはスペルミスとか1,2,3,4,5,6,7,8箇所ありますからね、ミスが。相当スペルミス1個に1点ずつやっぱ取られちゃうんですかね。いや、東大はそうやってやってないって言われてます、うん、ただ普通の大学とか予備校でこう採点とか添削したりとか、うん、模試とかだとそうやってやってることです。で、うん、同じとこ、まあ、ママ下はさすがに2度は引かないけど、同じのは2度引かないで、同じミスは引かないっていうことが多いですけど、それでまあ機械的にやってるところが多いですね、うん、これで8個だから8点っていうふうに8点マイナスってやるところが多いと思いますね、はい、10点、10半分、はい、はい、じゃあお願いします。これは11点か10点かって内容で、まあ犬触れなくて全然いいっていうんだったらやっぱ12とかの可能性もありますね、はい。ですね、アンサースティンのスペルが違いますね。俺とこ、はい、あれアイだよ、そうだよ、アイ決まってんじゃん。 Let's have some, I'm thirsty, let's have something to drink。 あ、これなんで2つの文にしなかったんですか。あ、そこ、はい、うん、気にすんな。いや、仕事仕事。いや、何カンマで厳格に、いや、それ英語じゃないの、減点されちゃいます、はい、で、good idea, what do you want?I'll treat you. おごってやるよ。そう、それ言いたかったの。あってる、I treat you. おごってやるよ。Oh, thank you. I won't forget. ビールが欲しいと。で、I always drink beer too much when somebody... あー、三人称ですよ、somebody は。あー、だから言ったじゃねえかよ。アイコンタクトちゃんと感じろよ。だって考えてみて、これ、バディ、ほら、S ついてないじゃないですか。そうだけどさ、アイコンタクトでど忘れしたんだからさ、アイコンタクト送ったんだから、ね、ちゃんと意識はしたんだから。うん、ね、で、こっちですね。I always drink too much beer. Somebody please me. はい。っていうか、まあ、あとは always を取ってこっち whenever に変えるなんて方法もありますね。で、おう、あ、おう、なるほどね。この、なるほど。これ分けたわけですね、2分に。はい。なるほど。It is very good attitude. アティテュードスペル合ってる。これ T2 つじゃないですか。そうそうそう。いや、結構見えるだろ、愛が。見えるだろ、愛が入る。アティテュード。アティテュード。で、I respect you. Respect you. なんで、まあ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 、だって、おごられる時にはいっぱいおごってもらうっていうのはすごい素晴らしいだとか尊敬します。なるほどね、おごってる側がリスペクトしてるわけですね。そうそうそう、まあまあ、That is false かな。 That's a very good、 なんか面白いですね、喋ってる感じだけど I will なんですね、全部ね、喋る時 I'll と。いいじゃねえかよ。だから限定されない。文語だから。私すでに文語体だもん。めちゃめちゃ口語ですけど喋ってる。めちゃめちゃ口語で喋ってる。Okay, I will buy 5 cans of beer. One is for me. If you buy 5, I'll have all. なるほどね。なるほどね。でも。ああ、そうね。一緒。オールオブデムとかも言いますけど、はい、あ、まあまあまあ、内容点としても別に問題ないんですが、一個は犬にとかだったら面白かったですけどね。あ、そっか、犬の使い方ができる。犬使うの、犬の使いどころがあったわけです。うまいね。なるほどね。犬いるんだから、失敗した。女の子だから男に奢ってるんですね。すごい、まさに鈴木貫太郎って感じでね。文法ミスは大きいのはそこまでないかなって感じですね。まあ、やっぱり書ける表現で書くっていうのが、まあ、できてる感じじゃないですか。もう狙った単語2つともこうスペルミスしたね。サースティとアティテュードと、あ、でもすごい狙った、ね、おごってやるんだけどね。トリートはね、いけましたからね。アイトリートでウォールって言われたなとか思ったんで、さすが住んでた。いや、でもトリートしたことない。あ、ないんか。あれ何年いたんでしたっけ。7年ぐらいいんじゃないですか。7年ぐらいいたんですよ。
で7年いてこんなんじゃ怒られちゃったり現地では何も喋ってないんだから。いやでもまあスペルは書けますけど、確かに東大志望の人は、でも内容とか全然書けないですから、それと比べたら全然いけるんじゃないですか。はい、じゃあ、はい、15。おー、高い。なんだ、ね、俺東大生か。俺は自信をなくしますね。いやという形で今回はですね、カンタラさんと、タワシさんにですね、英作文対決をしてもらいました。2連勝ということで、2連勝ということで、乾杯です、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。Be sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.